皆さんこんにちは、阿部シーです。今回は2022年を振り返ろう企画、ミステリー小説でこの1年間を振り返ってみた。今回はね、年末企画ですね。本当にね、年末っていうぐらい結構年末なんですけど、今ちょっといつもメインチャンネルの動画って結構かっちりしちゃいがちなんですけど、今回は緩めにまあ年末なので、多分ね、この動画を見てくださってる方も忙しいよっていう方たくさんいらっしゃると思いますので、結構ゆるくやっていきたくて、こちらの企画は、実は去年もね、やっている企画で、2021年を振り返ろうみたいなね、こういうサムネのね、動画出してるんですけど、この年末に2022年を総ざらいみたいな、総復習しようみたいな企画で、そんな内容ガチガチではないんですけど、今回の動画は結構長めの動画になると思いますので、ぜひラジオ感覚でお楽しみください。早速ね、この1年を振り返っていこうと思うんですけど、まず最初にお伝えしたいのが、2022年もミステリー流行ってたよねってすごい思ってて、新刊とか見たり、あとは書店とかでね、バーって本を眺めたりしていても、ミステリー小説を見つける割合がすごい増えたなって思って、去年もすごかったけど今年もね、すごかったなって思って、それだとすごく感じたのが、一目見てミステリーだなってわかるタイトルの作品すごい増えたなって思います。なんとかの殺人とか、名探偵ってタイトルに入ってるとか、なんとか事件とか、〇〇の事件簿みたいなタイトルなんですけど、いや本当になんか見ただけで気になる、すごいワクワクするタイトルが増えたなって思います。まあそんな感じなので、2022年たくさんミステリー小説出たんですけど、その中でも特にね、注目されていた作品とか話題になっていた作品についてまずねお話ししていきます。でもうね、いきなりねお伝えしてしまうんですけど、2022年最も話題になっていた作品と言ってもいいのではないかなって思うのは、はい、結城春夫さんの箱舟。そう、今年の話題作はやっぱり箱舟だったんじゃないかなって思います。9月ぐらいにパッて現れて、 SNS で本当に話題になっていた作品で、そう、2022年後で思い返した時にも、箱舟が出た年だよねみたいな、そういう感じでタイトルが上がるぐらい、もう今年の一冊っていうミステリーになったんじゃないかなって思います。そう、あと1年の流れを1月からね、12月ぐらいまでバーってものすごく簡単に振り返ってみると、2021年は1月からすごくて、北条慶さんの名探偵に甘美なる潮と、有栖川有栖さんの捜査線上の夕映え、この2作品がほぼ同じ時期に刊行されるっていう、2022年は1月からいきなりすごいスタートだなって思った記憶があって、あと3月は西村京太郎さんのニュース、はい、こちらね本当に驚いて、そこまで西村京太郎さん作品読んでますっていう感じではないけど、ものすごく悲しかった出来事ですごい覚えてて、その後は翌月の4月に永久保存版として西村京太郎の推理の世界っていう雑誌が刊行されたりしました。そう、4月はね、本屋大賞の発表があって、逢坂冬馬さんの同志少女を敵を撃てアガサ・クリスティ賞受賞作がなんか直木賞候補作あたりからどんどんこう駆け上がっていった感があって、早川書房刊行だし、アガサ・クリスティ賞から始まって作品っていうので、個人的にはミステリー要素少なめかなと思ってるんですけど、いやものすごく面白かった作品だし、いやーすごかったですね、本屋大賞。あ、そう、本屋大賞で言うと、本屋大賞の翻訳部門の2位にホリー・ジャクソンの自由研究には向かない殺人がランクインしています。でちょっと飛んで夏ですね、今年の夏もね、やっぱり今年一押しの新刊刊行ラッシュが今年もものすごくて、いや個人的には特に海外ミステリーがねすごく熱かったですね。今後ろに並んでるんですけど、はい、今年の夏ぐらいに出ている海外ミステリーで、で海外ミステリーだけでこれだけ買ってますね。いやもうすごかったです、今年も。そして9月には先ほど紹介したこちらの箱舟が刊行されてね、SNS ざわつくっていう、そう、 Twitter 上ではみんなちょっとこの内容には触れれませんみたいなツイートすごいされて話題になるっていう、すごいことが起こって、で10月ですね、これはミステリーニュースみたいな感じなんですけど、綾津寿吉さんの館シリーズの第10作目のタイトルがついに公開されました。はい、双子館の殺人っていうタイトルが正式にアナウンスされて、いやこれもねもう大ニュースでしたね。で年末になって、今年もね動画にしたんですけど、無事にこのミスランキング予想もできて、いや今年のランキングもねすごかったです。その年末ランキングに関してはまた後で、まあ、少し詳しめにお話しします。今年の作品の特徴で、あ、流行ってるなというか、こういう作品見かけること多いなって思ったテーマが一つあって、それは
コロナ禍ミステリーです。こちらはミステリー専門誌のジャーロでも取り上げられていたテーマだったんですけど、でその特集記事を読んでから、あ、確かにすごい増えたなと思って、有栖川有栖さんの捜査線上の夕映え、厚川たつみさん入れ子細工の夜、塩谷健さんエンドロールとかね、この3作品全部そうで、あえてねコロナ禍ミステリーと言わなくても、やっぱりミステリーの世界にもこの現実世界がね反映されて、そういった作品がねたくさん書かれていたのかなって思って、いや本当に今年は見かけることが多かったです。あとは今年の海外作品少し振り返ってみると、今年は人気のシリーズ作品の続編がたくさん刊行されたなっていう印象でした。こちら未読なんですけど、人気のシリーズ作品の完結作、カルロス・ルイス・サホンの本の墓場シリーズとかもね、あの集英社文庫から出ている作品なんですけど、上下巻どんどんみたいな感じでついに完結ってなってて、本当にシリーズファンの方たちがお祭りみたいな感じで盛り上がってて、それもね夏だったんですけどすごいなって思って覚えてて、あとすごく思ったのがホームズパスティッシュとかホームズ関連作と、あとはクリスティオマーズ作品が今年は本当にたくさん刊行されていたなってって思いました。そう、ホームズ関連作品だけでも、もうシャーロック・ホームズ、シャーロック・ホームズ、シャーロック・ホームズみたいな、もう編集でねここにバンって出していこうと思うんですけど、ホームズだなっていう王道のホームズみたいな作品から、シャーロック・ホームズ的キャラみたいな、そういうキャラの作品までたくさんあって、そう、読んだ作品だとジェス・キッドの瓶の中の永遠とかも、ビクトリア期ロンドンの誘拐事件とかなので、ちょっとホームズ感感じたし、アンソニー・ホロビッツの殺しへのラインもやっぱりホームズ感ありつつクリスティ感もあるなみたいな感じのする作品だったし、そう、あとアガサ・クリスティも本当にもうクリスティ、クリスティ、クリスティみたいな、もうどんどんどんみたいな感じで、いやそれも本当にすごくて、読んだ作品を紹介すると、そう、ポピーのためにできることとかは、この帯に21世紀のアガサ・クリスティとかね、そう、まずねアガサ・クリスティって書いてあって英国屋敷の二通の遺書、証言推理文庫が出ているインド発ミステリーなんですけど、こちらもねアガサ・クリスティだなってすごい感じて、あとはね次ぐらいに読みたいなと思ってるこちらの図書室の死体、あらすじのところにアガサ・クリスティなどのミステリー初版本を収集していたみたいな、まあ、そういった風にねあらすじで紹介されていたりして、やっぱりねアガサ・クリスティ。さらに最近読んだ作品でマーダーミステリーブッククラブっていう作品があるんですけど、そう、クリスティの作品が課題本に挙げられるようなアガサ・クリスティ作品をメインで読むみたいな読書会のね話だったり、いやとにかくたくさん見たなと思って、全然網羅できてなくて、 もっとね刊行されてるかなって思うんですけど、そう、読者としてはね本当に嬉しい限りで、ホームズだ、あ、またアガサ・クリスティみたいな作品だって思ういながらも、やっぱり気になって読んでみて、あ、面白かったなってなるみたいな流れがあって、そう、例えばね北欧ミステリーのホームズパスティッシュ作品とか、アガサ・クリスティオマージュ作品とか、そういった感じで世界各国にあるんじゃないかなってすごい思って、北欧ミステリーとかカブンミステリーとか、そういったところからもね今後どんどん刊行されていくのではないかなと、刊行されたら嬉しいなって思います。はい、というわけでここからは2022年のミステリー系の賞の受賞作、少しねサラサラっと目になってしまうんですけど、まとめ的な感じで紹介していきます。まずは今年の江戸川乱歩賞で荒木あかねさんのこの世の果ての殺人が受賞しました。ちなみにこちらの作品リーディング Vlog で読んでいる作品ですので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。日本推理作協会賞長編および連作短編集部門では、芦部拓さんの大森家殺人事件が受賞しました。ちなみに短編部門は市木優さんのスケーターズワルツと大山誠一郎さんの時計屋探偵とニリス廃藩のアリバイ、こちらの2作品が受賞しています。そして今年の本格ミステリー大賞は、なんと先ほどのね紹介した大森家殺人事件、そして米沢ほのぶさんの黒牢城のダブル受賞となりました。はい、いやこれも本当にすごいニュースで、わあダブル受賞だと思って、いやノミネートした時から大森家殺人事件取るのかなとか、でも直木賞受賞している黒牢城も、いや取ってくれたら嬉しいなみたいな思ってて、そしたらダブル受賞っていうね、いや本当にすごかったです。山田風太郎賞では小川聡さんの地図と拳が受賞しています。第32回の鮎川哲也賞は残念ながら受賞作なしという結果でした。鮎川哲也賞は去年も受賞作なしだったので、連続でね受賞作なしだったのですごい残念だったんですけど、来年こそは受賞作これですみたいな感じでバーンって発表されて、でその作品読みたいなって思ってて、来年の発表がねすごい楽しみです。今年のアガサ・クリスティ賞は西式豊さんのそして蘇る世界が受賞しています。去年は同志少女適応手が受賞した
あの賞で、今年のアガサクリスティ賞もねすごい気になってて、このミステリーがすごい大賞は小西正輝さんの物語は支援の彼方にが受賞しています。でこのミス大賞はもう一つ注目している作品があって、それは何かというと、このミス大賞の文庫グランプリを受賞した桑垣彩さんレモンとて、こちらの作品ですね。桑垣彩さんといえば今年初めて会う人を読んでいて、受賞の知らせを聞いた時にとても驚きました。続いては海外のミステリーの賞についても見ていきます。2022年アメリカ探偵作家クラブ賞 MWA 賞受賞作は、その通称エドガー賞っていう賞ですね、こちらを受賞したのはジェームズ・ケストレルの真珠湾の冬です。こちら早川書房の早川ポケットミステリーから12月に刊行されている作品で、そういえばね今年のエドガー賞の作品だったと思って、この作品はねめちゃくちゃ気になってます。真珠湾攻撃直前に起きた連続殺人、全て変わりつつある世界で男はただひたすらに真実を追う、そんな感じのあらすじになっていて、いやこちらもね気になりますね。2022年の最後にすごい作品来たなと、ちょっと早川の勢いがねすごいですね。ちなみに2021年のエドガー賞受賞作はディーパーアーナパーラーのブードパザールの少年探偵です。あとね同じくエドガー賞受賞作で注目作があって、それがね平原直美さんの作品もね受賞しています。そう、平原直美さんといえば今年の上半期に読んでいた広島ボーイですね、こちらの作品の作者さんで、今年の MWA 賞のメアリー・ヒギンズ・クラーク賞でクラーク&ディビジョンが受賞しています。そちらをちょっと調べてみたら歴史ミステリーみたいな感じみたいなので、いやちょっとね歴史ミステリー好きなのですごい気になりますね。引き続きイギリスの賞、英国推理作家協会賞ですね、ゴールドダガー賞受賞作はサンセットスイングっていう作品が受賞しています。こちらはねまだ翻訳されてないみたいなんですけど、 CWA のゴールドダガー賞を受賞している上に、さらにヒストリカルダガー賞もねダブル受賞してるっていう、こちらの作品もおそらく翻訳されると思うので、いやこれもね読むのすごい楽しみですね。そう、ちなみに2021年の受賞作はクリス・ウィタカー我ら闇より天を見るです。そう、あとはね CWA 関連だと今年すごい話題になったのは伊坂幸太郎さんのマリアビートルがこちらの CWA 賞の翻訳部門でノミネートされたっていうのがすごく話題になっていて、ノミネートされた後に最終候補作まで残ったんですけど残念ながら受賞ならずということで、いやものすごくね惜しかったなっていうニュースで、そうただねすごい残念だったんですけど、いや本当にすごいなって思いました。あとはね先ほど紹介したポピーのためにできることですね、ジャニス・ハレット、こちらの作品もジョン・クリーシー・ダガー賞というあの新人賞を受賞しています。続いて年末ミステリーランキングについてです。今年の年末ミステリーランキングもね本当に熱い、本当に面白いランキングでした、まあ、年末ランキングねこのミスなんですけど1ヶ月ぐらい経つので、あの書店とかでもねいろいろ発表されてると思いますので、そう少しだけ順位に触れつつちょっとだけ振り返っていきたくて、いやまず国内編、そう今年の国内編1位の作品は呉勝浩さんの爆弾でした。おめでとうございます。そう今年もねランキングの予想から確認しているそのリアクション動画までね撮影してもうアップしているんですけど、今年はなんかいつもと雰囲気が違うみたいな、それしか言ってない動画とかもねアップしてて、その時でもいろいろ言ったんですけど、今年の国内編のランキングの雰囲気がなんかここ数年の雰囲気と違うっていう風に思ったっていうね、いやその印象がすごく強かったです。ちなみに1位予想をしていたのが白井智之さんの名探偵の生贄だったんですけど、こちらは2位ということでねすごく惜しかったという結果になりました。でもね1位から10位まで眺めた時に重厚な超重量級の犯罪小説みたいなイメージの作品がどんどんどんってこうランクインしてるようなイメージで、なんていうか直木賞候補作が発表されましたっていう感じの作品、なんかねそういった雰囲気をね感じたんですよね今年。そう本格ミステリーランクインしつつもね、また本格ミステリーと違った感じのザ・エンタメ小説みたいなそういった作品もそうたくさんランクインしていて、11位の作品ですね個人的に注目したいのはこちらの作品ね、いや惜しかったなと思って、ベスト10の作品とそんなに点差もなくて11位ってなってて、いやこちらの作品はねもう惜しかったなってはい
思いましたね。この見開き1ページにランキングが書かれているんですけど、ここに載ってる時点で多分どの作品もね、ものすごい面白い作品なんだろうなと思って、読んでない作品たくさんあるので、そういえばこれもあったしこれもあったなみたいな、ベスト10の他にも、まあ、ベスト20位までで21位以下の作品とか書いてあるんですけど、気になる作品をねチェックしていきたいですね。で続いて海外編を見ていくと、今年の海外編1位はね、もう大波乱というか、もうねすごかったです。今年の1位の作品はクリス・ウィタカー我ら闇より天を見るということで、いや本当にねもう早川書房さんおめでとうございますという感じで、そうクリス・ウィタカーさんありがとうみたいな、そういった感じのねランキングでした。このね得票数がねこちらに記載されているんですけど、もうその点数がやっぱり圧倒的でした。いや本当にすごいなと思って、そうアンソニー・ホロヴィッツのね殺しへのライン、今年がね5年連続で1位になれるのかどうかっていう年だったんですけど、残念ながら2位ということで、で2位でもね、いやものすごくすごいことなんですけど、今年はついにねアンソニー・ホロヴィッツが2位になったよっていう、もう歴史的瞬間を目撃してしまったみたいな、それぐらいちょっと衝撃的な、ランキングでした。ホロヴィッツの作品が2位になったって言ったんですけど、やっぱりね今年も東京創原社すごいなと思って、っていうのもねベスト10の作品のうち4作品が東京創原社の作品、いやこれは本当にやっぱすごいなって思って、今年もね東京創原社強いなって思いました。あとちょっとねベスト10の中で目立ってた作品があって、あのハーバーブックスから刊行されている黒き荒野の果て S.A. コスビーの作品です。こちらの作品刊行された時に、なんかこの初映の雰囲気とかこのタイトルの感じからハードボイルド色の強い作品なのかなとか、いろいろね思ってなかなか読めていなかった作品だったんですけど、今年ランクインしてて、いやこの作品すごくね目立ってたんですよね。ちょっと調べてみたら、2022年のエドガー賞候補作にもねこちら S.A. コスビーの作品が候補作ノミネートされていて、来年以降もね作品刊行されるっていう風にアナウンスもされているので、そうこちらの作品未読だったのでぜひ読んでみたいなと思いました。そうあとここからはもうバババーっていう感じでお話ししていくと、今年も個人的に注目しているレーベルがあって、徳間の特選ですね、徳間書店から刊行されているレーベルなんですけど、そう2021年から発足したレーベルでね、そう今年1年もずらーって刊行されていたんですけど、やっぱり昭和レトロミステリー笹沢佐穂さんの作品がねすごいやっぱり話題になってたなって思います。昨年に引き続きみたいな感じで、今年もねやっぱり順調に刊行されていって、それね読みたいなって思いつつ結局まだ読めずにいるんですけど、ずっと気になっていて、あと笹沢佐穂さん作品の他にも中町慎さんとか梶達夫さんとかの作品もね刊行されていて、そういった名作系ミステリーにやっぱ気になるなって思ってすごくね注目してました。そうあとはレーベルではないんですけど、今年はねミステリー専門誌もちょっと注目して勇気を出してね手を伸ばしてみた年でした。こちら以前動画でも紹介してるんですけど、公文社から刊行されているジャーローですね、そうこちらをね読んでみたのと、そうあとはね東京創原社から刊行されている趣味の手帳もね今年もずっとね、まあ、昨年から引き続き刊行され続けていて、いやこちらもねなかなか読めてないんですけど、気になるなって、いや気になるなって思いながら見てて、あと最近とても気になっているのが双葉社刊行の小説推理という雑誌もとても気になっています。そうあと映像化作品ね今年もね話題になってましたね。今年の秋ねドラマからすごい話題になっていた霊媒探偵ジョーズが翡翠、こちら本当にすごかったのと、そうあと映画だとねバスカビル家の犬シャーロック劇場版、あと東野圭吾さんの沈黙のパレード、最近だと海外ミステリーのザリガニの泣くところ、こちらも映画化されました。いやまだ見れてない映画とかねあるので、いや気になります。はい、こんな感じでねずらずらっと2022年を振り返ってきたんですけど、ここからは2023年どうなるでしょうということで、来年ねミステリー小説どんな感じになるかなとか、注目作品とかこういったものが流行りそうだなとか、そういったお話をねちょっと最後の方にしていこうと思います。そんなね予想とかはできないんですけど、来年以降もやっぱりミステリー小説人気は続いていくんじゃないかなって思います。どうなのかな、どういうテーマが人気になるかなってっていうのはやっぱ分からないんですけど、今年みたいな感じで一目で見てミステリー小説だなって分かるようなタイトルの作品、〇〇殺人事件、〇〇の謎、名探偵なんとかのなんとかみたいな、そういった作品もたくさん刊行されそうだし、そのあとはねやっぱり古典ミステリーをオマージュしたような作品、ホームズ・ワトソン型のバディーものの小説だったり、特にクリスティオマージュ作品今年も多くなりそうだなって、あの海外ミステリーとか
クリスティ作品ね増えそう。もうここ数年ずっと言われ続けてることなんですけど、今年もやっぱり特殊設定ミステリーはね継続して人気なのではないかなと思います。これはどうかなって思っているんですけど、最近なんか見かけることが多くなったなと思っているものがあって、アンソロジー作品増えそうだなって、増えそうだなというかなんか増えてきたなって思います。続いて2022年で注目している作品、まあ、具体的な作品を挙げていくと、今年もやっぱりアンソニー・ホロヴィッツの新作はめちゃくちゃ気になってます。あとは早川書房から刊行されるとアナウンスされているこのミステリーがすごいのコラムの中で紹介されていたんですけど、ギャローズコートっていう作品があって、こちらねめちゃくちゃ楽しみです。というのも以前何かのレビュー、何かのきっかけか忘れてしまったんですけど、このギャローズコートに関するその評判みたいなのを目にした時に、すごくね本格ミステリー色の強い作品なのかなと思って、いや読んでみたいなって思ったけど翻訳されてないなっていうツイートをねなんかしてたんですよね。で今年の、ね、この店を見た時に、あギャローズコートなんか聞いたことあるなって思って検索したら知ってたっていう、いやだからねものすごい嬉しくて、翻訳されたら早速読みたいと思います。これも引き続きなんですけど、北欧ミステリーとかカブンミステリーとか、まあ、そういった感じの非英語系ミステリーは今年も注目していきたいです。特に北欧ミステリーに関してはやっぱりね余さずこれ多分ね去年とかも言ってるかもなんですけど、もうなるべくね余さず拾っていきたいなって思います。海外ミステリーはやっぱり人気シリーズ作品の続編がねやっぱ続々と刊行されていくんだろうなって思います。あちょっと長く話しすぎて電池切れそうなので一旦ここでカメラ止めます。はい、電池買い終わりました。人気シリーズ作品ね、そうアンソニー・ホロヴィッツの作品もシリーズ作品の新作だし、こちら優等生は探偵に向かないのこちら3部作の2部作目なんですけど、来年はついにね完結作刊行されるということで翻訳予定って書いてあるので、こちらの作品も楽しみで、シリーズ作品の最新作注目していきたいなって思ってるのと、いやあと今年はインド初ミステリー作品多かったよねっていう、あれもしかしてインドミステリー来てるっていうね、なんかそんな風に思うぐらいたくさん刊行されていた気がします。英国屋敷の二つの衣装、東京草原社刊行されていて、あとはボンベイのシャーロック、アヘンクスの死みたいな感じで、なんかインドミステリー多いなってなんか思っていたんですけど、この12月、こちらもね早川書房なんですけど、謎解きはビニヤリとともにっていう、多分ね工事ミステリーなのかなって思うんですけど、そういったタイトルの作品が刊行されていて、それもねインド初ミステリーで、これまであえて意識はしてなかったんですけど、来年以降もしかしたらたくさん刊行されるんじゃないかなって。でもよくよく考えたらインドってなんか映画もすごいし、インド映画っていうぐらいすごい盛んだし、小説とかもいやそりゃたくさんあるよねって、そう特にやっぱイギリスとの関係性とかもあってミステリー作品多そうだなって勝手なイメージなんですけど、そうホームズ関連作とかも刊行されてるし、いやなんかね王道ミステリー作品みたいな、そういった作風の作品とかも実はたくさんあるんじゃないかなって思います。これ一番最初に言った今年コロナ禍ミステリーたくさんあったよねっていうのに関連して、海外ミステリーの中でもそろそろコロナ禍が背景に描かれる、そういった感じのミステリー作品も登場するのではないかなと思います。来年2023年なので、そろそろ2020年ぐらいの作品がこう刊行されてくるってなったらやっぱ増えてきそうだなって。ちなみにね今は新潮文庫から刊行されている56日間っていう作品があって、そうコロナ禍の状況で描かれるサスペンスみたいな作品品っていう風に言われていて、そちらの作品すごく気になってます。はい、そんな感じです。というわけで今回は2022年をミステリー小説で振り返る2022年末バージョンをお届けしました。はい、ということでなんか別にね2022年のミステリー界を網羅するとかそういうことではなかったんですけどね、本当にさらっとだったんですけど、今回この動画を撮るにあたっていろいろまとめてたり調べたりしてたんですけど、いやなんかそんな感じでもねいろいろ振り返れて楽しかったです。そうだから2022年もやっぱミステリーは流行っていたということで、来年2023年もどんどん面白い新作ミステリー作品が刊行されるのではないかなと思います。これ毎年もう言ってることで、今年はねおかしいと、こんなに注目作話題作刊行されてて読むの追いつかないよみたいなの毎年言ってて、多
分ね、来年も今年はすごい稀に見る大豊作の年だみたいな、多分そういうことをね言ってると思いますので、来年もやっぱりミステリー小説はねすごくね充実した年になるのではないかなと思います。今回の企画は2022年のミステリー界を振り返るみたいな企画だったんですけど、この動画とは別に多分サブチャンネルの方でチャンネルの振り返りをしようみたいな、このチャンネルの振り返り動画みたいな企画もねやろうと思いますので、そうもしかしたらねこの動画と前後して上がってるかもしれないんですけど、ぜひそちらの動画も合わせてチェックしていただけると嬉しいです。今回の振り返り動画面白かったよと思っていただけた方はぜひ高評価を。2023年以降も楽しく YouTube 続けていこうと思いますので、ミステリー文学の本棚と、サブチャンネルと、まあ、その他 SNS はいろいろやっておりますので、もう全部ね含めて、もう全部含めて、安倍氏を来年以降もぜひよろしくお願いします。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは2022年も、ありがとうございました。良いお年を。はい。